ね、すいませんでした監督の武藤でございますので、よろしくお願いします。皆さん、今日はテクラテロンボールとエビスの続けていただいて、だいぶショックを受けてますので、頑張られています。というわけで、今日はゲストをですね、お呼びしてますので、シーシェン・マサさんと柴田さんに入ってもらいます。どうぞ。で今回は柴田さん、はい、はい、どうもよろしくお願いします。どうも柴田でーす。はい、ほとんどご存じないようですね。いや、やっぱり急に違うですね、トーンがね、芸人みたいな感じなんですね。YouTuber のトーン、 YouTuber なんですけど、ね、YouTuber のトーン、はい、まあ、でもね、 YouTuber って今イメージ悪いよね、言葉がね。YouTuber という言葉自体皆さん知ってるんですかね。知ってるし、駅とかになんかいろいろ広告出てるんですか。ああ、まあでも本当に最近出始めたんで、ね、僕知らないです、うん、皆さん YouTuber という職業をご存知の方手を挙げてもらえますか。あ、知ってるんですね。すごいみんな知ってる。だそれちょっとね、あのネガティブなあの知識だと思うね、YouTuber っていうのはちょっとヒカキンとかさ、響き悪いですね。ね、悪いでしょ、ね、その中にあって、だからあのその悪役をね、あの勝手に出てる悪役 YouTuber なんですよ。でも言ってることは至極まっとうなことしか言わないんですよ、はいはいはい、あの偽善、もうお前ら偽善者だっていうね、指を指して YouTuber に対してあの戦いを挑む、はい、まあ孤高の YouTuber なんですけどね。、まあ、すごいかっこよく言ってもらったんですけども、はいはいはい、僕は胸を張って、はい、不労所得を俺は稼いでるんだぞと、はい、あの大きな声で言ってる、うん、まあ、YouTuber、まあ、うん、的な感じなんです。で、そんな中、彼とあのとあるイベントっていうかね、あのニコ生 の、 あの放送の、うん、まあ、枠で、あれですよ、ね、偶然あったんですよ、はい、で、僕もあの彼のこと知ってたんで、はい、ちょっと挨拶したら、はい、テレクラキャノンボール見ましたよって、ね、あ、もう言ってくれたんで、はいはいはい、で、見てるんだって、まあ、年齢的にもさ、今29です。29歳、はい、そうですね。で、まあ、その、大体こういうトークイベントっつってさ、うん、あのおじさんとおばさんしか出てこないじゃない。そうですね、初の20代かもしれない。でしょ。だからそのあたりの、だから20代のそのこの若手ですよ。はいはい、ね、あのテレクラも行ったことがなかったような、ね、うんうん、この若者がどう感じてたのかなっていうのもね、その、まあ、それとあと YouTuber っていう職業も、そうですね、あの興味あるじゃないですか。そう、僕はすごい興味ある。カメラをね、こう、はい、同じですよ、僕らと。そうそう、僕らと同じなんですよ、ね、ですよ、はい、けどそれでお金になるっていうのは非常に興味ある。そうです、最初ね、だから25年前にあなたと初めて会った時にね、はい、で松尾さんも言ってましたよ。だからあの、はい、でその時ほらね、あの1年ぐらいあのテレビの AD やってたじゃないですか、はいはいはい、いや、ね、俺は歯車にはなりたくないんだっつって。なんすかその話。23歳ぐらいの若者、ああ、理想なことだ。俺がね、はい、俺はね、エンジンになりたいんだっつって。あ、そうなんだ、うん、俺は歯車じゃねえんだ。いや、かっこいいじゃないですか。そう、だから俺が、はい、何でも一人でできるその自分で動くそのスタイルを、だから AV に見つけたんだと。あ、だからそれが、だからあの AV で、あの AV に出会えてよかったと。あ、ここが俺の居場所だみたいなことを言ってて、随分勘違いしてる。若造が。若造が、はい、ね、で、それ、それを、でも今その究極じゃないですか、自分で流してるわけだから。そうです、もともと僕、ね、あのサラリーマンをやってるですね、はい、3年間あのパチンコ屋の経理をやったんですよ、はいはい、で在日朝鮮人の下で働いてるですね、はい、あのこれはこれはこれはひどい名誉に遭いまして、はい、ブラック企業でして、はい、で今あの、まあ、YouTuber という形で一応、うん、あのまあ、生活できるようになって、はい、でなんかそうですね、ちょっと僕は勝手にシンパシーを感じてます。はいはいはい、え、誰に。いや、あのもうやっぱ AV という業界で、はいはいはい、生きている人たちに。そうっすか、はい、あのいやいや AV、うんうん、まあ確かにいいけど、まあ、カメラ片手にね、そうですね、カメラを使って、まあ、確かに僕たちが古い人間なので、あのカメラで撮影したものを編集して何ヶ月後に発売するっていうターム、うん、でしかあのやってないの。石橋さんはその日撮ったものをその日あげて、そうですね、大体、はい、とこですもんね。まあ確かにあの俺もね、あの柴田さんがいらっしゃるって聞いて、ようやく YouTuber っていうものをあのようやく聞いたんですよ。それまでね、あの YouTuber って聞いて、最初俺の会社にすれば YouTuber いるなと思って、 YouTube ばっかり見てるタートル今田っていう男がいるんですよ。俺あいつのことを YouTuber って言うんだろうなと思ったんだけど、
違ったんですね。それは見てるだけです。見てるだけです、ね。一応なんか動画をアップして、その広告収入で暮らしてる人をどうやら世間では、質問です、はい。広告収入ってどういうことですか、その、すごい弱の意を聞きます。YouTube を、多分再生すると、はい、その動画が再生される前に10秒ぐらいの CM が流れます。入ってます。入ってます。あと動画の再生してる途中に下に小さなバーナーが出て、あれを1回クリックするといくらっていう感じでお金がもらえるんですよ。これで柴田さんけどさ、あれ見てるわけじゃないでしょ、広告とあのポップアップみたいななんか出てくるやつ。いや僕のも出てきますね。あ、出てくるけど柴田さんが動画に入れてるわけじゃないでしょ。じゃないです、それはもう勝手に YouTube が埋め込む。有名 YouTube が埋め込んで、あ、埋め込むんだ、はい。で、25日に Google からあのお給料が入るんですよ。ああ、それがまとまって、はい、何月分が25日払われます、ね、そういうことですね。そうなんだ。っていうことは、面白い動画を作って、はい、その再生回数が多ければっていうことなんですか。そうですね、大体、1再生 0.1 円ぐらいの計算でお金が入ってくるんですよ、はい。結構入ってくるんじゃないですか。ああ、そうですね、1万再生だったら1000円、10万再生だったら1万円なんで、うんうん、あ、ちょっと遠いか。じゃあ20万円、30万円暮らそうと思ったら、2、300万再生ですね。ああ、それはちょっと大変ですね。柴田の今一番 の、 その、はい、あのヒットした動画っていうのは何再生ですか。僕は今 CM に出てる、多分有名な YouTuber のヒカキンさんっていう人がいるんですけど、うん、その人が本を出したんですよ、はい、でその本を燃やす動画300万再生ぐらいいってて、大体それ、まあ、1本で30万ぐらい。お、はい、まあ、それにも他にもまあ毎日動画アップしてるんで、うんうん、まあ、積もってっていう感じで。そうか、はい、そうか、そうか。あの柴田さんのチャンネルとしての総再生回数、はい、本当に総再生回数だけなの、もう基準は。そうですね、再生回数がもうほとんど、はい、それ。まあそうか、自分で再生回数しても結局、まあ、たかが知れてるんで、やっぱり広く見てもらうしかないんだよね、はい。まあ、でもほら、彼は悪役だからさ、あんまりないけど、うん、あのベビーフェイスの人たちはさ、うん、ね、タイアップとかね、そのステマとかにいっぱい絡んでて、そういうとこからお金もらったりしてるんでね、うん、だから企業が、それ、あなたが憎むべき敵だよね。そうですね、なんかこう、この商品を、まあ、なんか宣伝してほしいみたいな、柴田さんやってくださいと、はい、テレカキャロンボールぜひやってくださいみたいな、こういう感じで、そういう感じで、はい、でなんかこっそり紹介するみたいな、うんうん、こう今日買ったんだけどみたいな。で大手の方がそういうのやってるらしいんですけど、はいはい、僕のところには一切話が来なくてですね、はいはい、うんうん、でもうあの話をもらえる最近もようやく名前が売れて、うんうん、そういうお仕事的なのがもらえるようになったんですけど、うんうんうん、大体 AV 業界かギャンブル業界なんですよ、うんうん、はい、またギャンブル業界に戻るわけですね。また戻る、また再生されてまた戻る、また結局戻ることになっちゃってるんですけど、そんな感じで、ようやく最近もらえたんですけども、僕はその企業のタイアップとかは全然来ないですね、はいはい、来たらやるでしょ。来たらやりますけど、ね、まあね、それはね、はい、いや実は柴田さんはゲストに決まって、でつい今日と一昨日でしたっけ、上げていただいてるんですよね、テレクラ。そうなんですよ、僕、テレクラキャノンボールは、はい、その10時間ある映画全部見させてもらって、はい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 、でも結構前にこの話が決まる前からもう見てて、あ、すげえ面白いなって。それは何のきっかけで見たんですか。それは何のきっかけだったかな。それ YouTube じゃないですよね、別にね。それは確か、なんか友達かなんかの紹介で、面白い、すげえ面白い、はい、映画あるよってことで、うんうん、で、教えてもらって、で、見たんですよね、うん、そしたら、やっぱ面白くてですね、はい、で、あー、すげえな、こういうのありなんだと思って、うん、で、感銘を受けてたら、まあ、こういう話もらって、はい、 でね、はい、でも僕、実際にテレクラ行ったことなかったんですよ。で、29歳なんで、うん、僕が多分小学生ぐらいの時にテレクラが一回バーってすげえ広がって流行って、うんうんうん、で、規制が入って、うん、そうなんです。でもなんかもう半分絶滅みたいな。いやもう基本的に絶滅してるんです。2000年ぐらいで規制が入っちゃって、ティッシュとか昔は世代によっては知ってる方が多いかと思いますけど、ティッシュを街で配ったの全部テレクラか金融かだったんですよね。でそのテレクラ、それは何書いてあるの、店の電話番号書いてあって女性にだけ渡してるんですよ。それでお店のコールを集められたんです。ポスティングも OK だったからね。ポスティングも OK です。昔は携帯電話で公衆電話でみんな
電話かけるんですけど、公衆電話の壁から壁は全部まあ装置系、テレクラ系だったりする。あと団地に個人で行っちゃう。そうですね、あのダイレクトメールで、団地のオフィスナイトメールっていうか、なんかあのポストのトップと交換していくと。昔公衆電話に確かに貼ってありました。そうそう、あれがテレクラか、まあなんか、いや、あれはもう、あれはほとんどあれですよ、付属、付属です、付属かな、うん、ポテトル、ポテトルか、ポテトルか、ティッシュかな、基本的に。だけどそうやってできたのが、それでか、あの規制されちゃったんですよ。そう、規制されてですね、で僕はもう、風俗が大好きなんですけど、はい、テレクラは全然行ったことがなくて、はい、風俗じゃないですから。まあそうですよね、はい、そうなんです。で、テレクラにですね、うん、はい、せっかくの対談なんで、こう初体験してみようっていうことで、うんうん、で、昨日と一昨日にテレクラ初めて行って、はい、で、それをもう、昨日と一昨日、その日のうちに編集して、はい、YouTube の僕の動画でアップしてるんですよ。これ見てみてください。あ、さすがにないんだ、そうか。もしあれよかったら、あれちょっと見てほしい、はい、あの家に帰ったら見てみてください、はい、あの初めて29歳の男がテレクラ挑戦してみたっていうことで、はい、で、あの挑戦したんですけれども、はい、いや、ダメですね。ダメっていうか、大体がですね、援助目的の。そうですね、なんかそれダメじゃないじゃないですか。まあ、そう、まあ、僕あ、そうですね、求めてるのが違うからね。求めてるのが、本当お酒飲みたいっていう、話したいっていうか、はい、話したい。僕は一応その動画のネタは、まあ、そうだよね、そこでセックスしてもね、はい、YouTube でね、で、YouTube でアップできないし、ここで1万5000円あの提示された金額を払ってセックスしましたって話をしてもしょうがないじゃないですか。だからなんかちょっとお酒とかを飲んでお話しして、で、なんかテレクラって今どうなんだなっていう話を仕入れときって言ったら、もう皆さんやっぱその援助でみたいな、で、あの基本的にこうもうその方ばっかりだったんですよ。そうですね、見ました見ました、はい、で、会った子で一人、22歳の女の子がいて、で、その子が本当に、電話口で22歳って言ってて、会ったら本当に22歳だったんです、はいはいはい、それは当たりですよ。で、そう、そうなんです、で、顔も結構良くてですね、わあすごいと思ったら、僕、若い子にすごい、10代、20代の方によく知られてるんですけども、はいはいはい、あなたのこと知ってますって言われて、YouTube で動画アップしてる柴田さんですよねって言われて、ね、で、その22歳の子が僕のこと知ってて、さすがにその、まあ、ちょっと影響力あるんで動画には出れないですって、そこで断られちゃったんですよ、うん、影響力のことを考えられちゃったわけですね、はい、そうですね、で、結局ね、ダメだったんですけども、うんうん、まあでも面白かったは面白かったですね、うん、あのいいテキストだから、初めてね、皆さんもテレクラほとんどやられてないと思うんですけど、本当にテレクラ飛び込んだ人がどうなるのかっていう、あの喜怒哀楽が、はい、うん、ありましたね、そうですね、昨日、まあ、1日目は全くダメで、2日目もなんか挑戦したんですけども、はい、2日目は飲みに行ってもいいよっていう女の子が現れて、すごいトークが弾んだんですよ。そうそう、で、すごい盛り上がっちゃったんですよ、盛り上がってすごいんですよ。で、なんか今パソコンの前にいるっていうから、あ、僕は実は YouTuber っていう職業でいろいろ動画上げてるから、ちょっと今動画見てみてよって言って、その電話口で電話しながら自分の動画を見させたんですよ。で、まあ、見させた動画っていうのが、僕はパトラっていう、携帯電話のゲームのデータを友達に消されて、それ怒り狂って、部屋の扉をチェーンソーで、破壊するっていうそういう動画を撮ったんですけど、それをちょっと見せてですね、そしたらもう大受けしたんですよ、バカ受けして、で、わ、すごい面白い人じゃないですか、じゃあ今からもう飲みに行きましょう、はいはい、横浜駅6時半で、相鉄線入り口の交番の前で待ってますって言われて、行ったら誰も来ないですね、はい、誰も来ない、すごい盛り上がったのに。そうなんですよ、いや、だからそう、すごい盛り上がってる時点がちょっとね、ちょっと怪しいこと、怪しい、そっちも怪しいんですよ。あれはなんかいわゆる桜ですよね。桜なんです。桜ですよ。まあ、それは盛り上げてくれてるわけだから。そうなんです。あ、彼女たちは時給でやってて、はい、長い10分以上の会話にポイントがつくんですよ。そうです。だから YouTube 検索するの時間かからなかった。あ、ちょっかかってました。あれでしょ、かかってました。そうそう、だからちょこちょこ時間かかる。彼女たちはカウンターがあって10分以上経過すると急に具合が良くなるんですよ。だから、長い話をしようとしますよ。あ、そう、僕が、なんかそうなの、ちょっとびっくりしました。そうだったのかと。なんかもう自己紹介の段階で、僕はちょっと何人からからもういきなり値段とかの交渉になってるから、僕からもう話したんですよ、実は今日会える人を探してるんですみたいなことを
行ったらですね、その子はそういう話じゃなくて、いや私はちょっともうちょっとまずはお話をしてお互いのことをよく知ってから会いたいって言われて逆に向こうは桜ですけどどうですかって残ってるわけですよ。そうなんですか、はい、全く知らなかったんで、はい、あこの真面目な子もいるんだなと思っていやいや会話を聞いてましたです。あそういうことなんだったんです。まあまあまあけど、まあ、それでも、まあ、例えばその桜と踏んででもまあ会話を進めておきながら、はい、まあいろいろあれやこれや聞いてみるっていう手はあるんですけど、基本的にやっぱ会話を伸ばそうと楽しい、すごく盛り上げてくれる人に、はい、あんまり出てくる人はいないっていうのがちょっとあるんですよね。あ店が、ね、難しいです。難しいです。店があるじゃない、うん、あのリニアハウスでしょ。そうです、ね、まあ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 あれはね、あのあれだよね、あの桜の巣窟って言われてる。あそうなんですか。はっきり言っちゃいましたけど、全国展開してリンリンが、桜を導入したんですよ。それまでは、まあ、一部ありましたけど全国展開をしてなかったので、要するにテレクラがすごいブームになった時にリンリンがあの全国に急に、あの例えばその、あの本当は地元の人たちがわりかしこうちょっとこう、まあ、自分で商売やりながら、じゃあテレクラってもの流行ってるから、まあね、部屋借りて電話だけ置けば商売になるっていうか、個人商店みたいなね、うん、そういう人たちがやってて、まあ、地場のもんで実際ティッシュ適当に巻いてりゃ電話が来てっていう平和な時代があったんだけど、まあ、結構起業化してテレクラ儲かるらしいからリンリンハウスっていうのをボコンといきなりやるときに、今この古いお店の前にいきなりこう立てちゃうの、リンリンはでっかい看板 でその時に急にコールっていうのはここは入らないわけで、何本か欲しいわけですよね。あで全国展開してるわけで、はい、もうコールセンター方式でやっちゃったわけですよ。だから実際は客を一回取ったんだけど、ここの客は桜が多いので、お客さんがまたテレクラを嫌になっちゃってっていうことがあって、それであのテレクラがどん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 いろいろ評判も含めて悪くなって、だから漫画喫茶みたいとか言ってたじゃないですか。あはい、漫画喫茶だからテレクラのとかリンリンハウスがなんかやったとこがだからマンボウになり始めて、うん、でえでそうなんですか。それであの漫画喫茶っていうシステムがそうできたから、あそうなんですか。同じ流れがそうテレクラの跡地に結局ね、そうなる。マンボウはそうなの。あれリンリンそうだ、同じ森下工業、うんはい、あそうなの、ね、よく知ってますねとか、まあいろいろそういう感じはありますよ。だからけど実はテレクラにもそのリンリンにももしかしたら公衆コールがあるとすれば、外電ってかかってきました。外電って何ですか。要するに、公衆、要するに外からの電話っぽい電話ってありました。あ、ありました。公衆電話からかけてるっていうことがありました。それは桜ではないですから。あこんな寒い外に公衆が電話しないですから、はい、あくまで本当にフリーの援助交際の人があのリンリンにちゃんと電話してるケースはあります。いました、うん、で、その方がですね、昨日と一昨日同じ電話に出たんですよ。同じ電話に出て、で、同じ場所に待ち合わせをこう取り付けようとしてきて、だもう多分横浜のそのある一角で、うん、もうずっと同じように売りをやってる子と出会いました。だからちょっと後で柴田さんのねテレクラ動画ちょっと見てもらいたい、はい、こちら見てもらいたいですね、はい、ただテレクラで本当はもっと面白い話を持ってきたくて、はい、僕のその知り合いもですねテレクラ好きの人がこういてですね、はい、で本当にいろんな人がいるっていうのを聞いてて、はい、で例えばあのいきなり神様って信じますかっていうであの、うん、いきなりそこから会話がスタートするとか、うん、だからいろんなこと聞いたんですよ、うん、なんか、うん、あのいろんな人がいるよって、うん、いろんなことあるよってドラマあるよって聞いたんで、うん、本当はもっと、うんあのはいはい、そういうものを、はい、面白いものを持ってきたかったんですけども、うん、ただテレクラ2回がやっぱちょっとあまり面白い話を持って帰ってこれなくてですね。そうです、時間とかやっぱり、はい、あのそういうのもあるし、ずいぶんなんかテレクラ先生みたいな感じでテレクラ先生だってそれは資格あるでしょ。俺資格あると思うんだよテレクラ。成田明の次に資格あるぐらいじゃあまあねテレクラキャラも見ていただいてってことだと思うんで、はい、そういう意味ではさ、まあ年って区切るわけじゃないけど自分が見てさあの、はい、テレクラキャラボールは どこら辺に面白みを感じたんですか。あの本編的に言うとあまあ劇場版、まあ、DVD 版実はあることはあるんですけど、そうですね、うん、もうでも何ていうか言葉に言い表せない、うん、ここが面白かったとか、うん、あの構成だとか、うん、テーマとかなんかそういうのじゃなくて本当に言葉に、まあ、あのキャノンボールの最初のにも流れてて、はい、言葉に言い表せない面白さ、はい、男たちの熱いバトル見てくださいって、はいはい、本当になんか言葉に言い表せないなんか感情が芽生えるんですよ、はいはい、
これは一体何なんだろう。なんか、うん、その自分でも言葉でこうプロレスキャノンボール、あのすいません、テレビキャノンボールのここが面白いっていうのはこううまく伝えられないんですけども、うん、なんかあれなんですよ。なんでこの大の大人たちがこのわけわかんないルールにこうみんな真面目に取り組んで熱狂して、でなんか多くの人を巻き込んでみたいな、うん、なんかこう僕も言葉にできないながらもこう夢中になってしまったんですよね。ね、はい、僕らもだからね、なんか意図してやってたわけじゃなかったです。AV って見るの？ AV は大好きですね。あ、本当？どういう種類の？ジャンルで。ジャンルで言うと、まあ企画、バカな企画がすごい好きですね。時間が止まるみたいな、あっち系みたいな。SOD みたいな。あ、そうですね。SOD とかは、うん、はい、好きですね。バカな企画。あまり女優さん単体とかでは見ないで、なんか企画で面白そうだなっていうのを見たりとか、はい、なんかマクドナルドであの時間が止まって、でマクドナルドのカウンターで女の子はあの股広げて3人座ってて、でみんなどうこうするとか、なんかそういうなんかバカだなっていうのが好きで見てます。でバカだなとか思いながらあれはあれで抜けるの？抜きます。あ、そうなんだ、はい、へえ、そういうの健全だよ ね、 ね、健全、すごい、ね、健全の若者ですよ、本当に。いけないもんね。そうだね。え、うん、何が？俺が自分が時間が止まってたりするとさ、そうそう。いやけどね、なんかね、わかんない。見たことないんだけど、時間が止まればなんかエロいらしいよ。やっぱ止まってなきゃいけないけど、あはーんって言っちゃうところがよくわかんないけど。それなんでしょ？そうそう。そういうところがそうなんだ。そういう縛りがあるらしい。あ、そうなんだ。それです、ね。あ、こんなこういうじっとして我慢してるんだみたいな。はい。誰とそこの話したのかな？最近したんだけど。だけど最近は本当は時間が止まらってストップウォッチでピッて絵の中でなんかピッてやったら止まんなきゃいけないんですよ、女優さんが。でそれで男は自由に動けるんですよね、はい、でけどこれあくまで演技じゃないですか。だからそこであのなんかやられちゃうとっていうのがいいらしいんですけど、ちょっと時間っぽい、はい、そうです、そうです。最近僕が見たので、なんか NG シーンをこう流してて、あのビデオの最後で NG シーン特集みたいので、はいはいはい、で声が出ちゃって、あ、ここ使えないねみたいなので、逆に抜けるみたいな、はい、NG シーンの方が抜けるみたいな。それわざとやってるんじゃないですか。あ、そうなんですかね。そうですね、俺そう思う。あ、そうなんだ。会議でそういうの出ちゃうんですよね、うん、それいっぱい会議やってるから、うん、それで行こうみたいな。ちょっとわかんないけどね、ちょっと見てみないとわかんない、うん、もしかしたらそれも作り込んでるかもしれないけど、案外なんかあれですね、あのテレクラも AV も手玉に取られてますね、完全に。いやいや、柴田さんの世界だから。いや、柴田さん結構純粋なんだよね。純粋ってことですね。いやいや、本当テレクラの動画見て、あ、この人純粋だなと思って。そうそう、すごい。そうなんだ、そこは思った、うん、純粋に逆にね、あのね、あれやっちゃったんだよ。あの、ほら、要するにほら、あの、あ、やっちゃいけないことやってるんですよ、テレクラでも。あ、はいはいはい。あの、要するにおばさんのあの、はい、まあ、ちょっと変なおばさんの電話を、柴田さんは会う気がないのにアポ取って、はい、でそこで仲良く立てたでしょ。やりました、はい、あれはダメです。あれはダメなんですか。あれはもうそのまま自分にですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。そうなんですよ。今日アップした動画でですね、はい、テレクラでかかってきたおばさんの電話があって、うん、でアポ取ったんですけども、でこうやりながら、うん、もうその時僕は行く気がないですよ、ね、行く気がなくて女の子ともう決まってたんで、うん、飲みが、はい、でも行く気ないよってやったら、もう僕は結局騙されてしまう。だからあのおばさんも一応アポを取るか正直に言うんですよ。もう僕は今からもうアポが取れてるんで出ますから、すいません、じゃあ次の人に変わりません、ポーンと渡せるんですよ。だから自分で受けることないんですよ、あの電話を。そうです、いらないと思ったら、はい、泣かせばいいんですよ。あの後釣りですから、要するに釣りですから、はい、その3個の魚は違う人に釣ってもらった方が自分得するじゃないですか。そういうことなんですね。そうなんですよ。そうそう、向こうのライバルの人がいるわけだから。そうなんです、ね、そうなんですよ。だからそこは他の部屋のお客さんはライバルですか。そう、 あいつらに他のお客さんに回した方がいいんですよ。アポ取っちゃダメなんですよ。取り次ぎ制だからね、自分に電話来るかもしれない。そうそうそう、そこら辺は冷静にやるっていう、ね、いろいろこう奥深いのがあるんです。奥深いところありましたね、はい、なんかもうこういうもん、人生ってこういうもんだな、悪いことをしたら自分に返ってくるんだなっていうのはよくわかります。そうなんで、もし機会があれば、はい、役立ってもらえればと思います。はい、何の話をしたかよく本当は俺 YouTuber になりたいって俺の質問もいっぱいあれすると思ったんだけど、その話はまた今度ね。まあでもね、まあ、
まあ、だから、はい、俺 YouTuber になれそうだよね。自分で 何言ってるか分かんないけど。どういうことですか。いや、よく分かんないんだけど、ほら動画撮ったりはできるよね。まあできるけどさ、そうこの前ね、うん、全然しょうもない話が、初めて YouTube に俺アップしたんだよ、動画、自分の動画。あの公開はしない。予告だっけ。そう、公開はしないけどね。うん、うんうん、あの やってみたっていう、うん、ただそんだけの話なんだけど。いやいやいや、だから第一歩はあるあの、今、そう。で、まあ今度ほらね、キャノンボールとかあったらね、なんか、ミノルがなんか使いそうだよね。まあそうですね。まあ、で俺 YouTuber だからっつって。あれ、ミノルちゃんも501で使ってますから、ね、ちゃんと。何よ、ナンパしてるの。いやいや、ナンパしてないけど、ほら、女優さんは。あれ、ナンパするとき、今あれね、あの、ケーブルテレビじゃなくて、スカパーだっつってナンパしてるじゃん。うん。ね、はい、ね、はいはい。それが。YouTuber だっつってナンパしそうだよね。はい、はい。ね、時代の流れになってくるんじゃないですか、ね、まあ、確かに、はい、じゃあまあちょっと時間的には短いんですけど、こんな感じで ありがとうございます。 YouTuber 宣言ということでよろしいですかね。いや、そこなりに言われてないですけど、じゃあ、はい、ちょっとやってみたいと思いますけど、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあこれYouTube の世界でもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました、まあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、告知、そうですね、告知があればあ、告知がですね、